オラクルの西川さんに代わって、このオラクルコードデブツアーについて、ちょっとお話しいただきます,、はい、す。はい、皆さん、こんばんは。どうも、こんばんは。ええー、日本楽西川でございます。えー、っと。私も一緒に、スティーブセバスチャンと一緒にバイクで、回っているわけなんですけれども。はい、私は、あの。実際には、これ。 もしかしかたらスクリーンが見えるといいなセバスチャンセバスチャン could you please show the screen?OK、okay. thank you 日本地図ですグーズッーと回ってますとでえっ、ー、と、まあ、東京ちょっと私の絵で今隠れてますけども東京を5月4日にスタートしたわけですねでセバスチャンスティーブそしてえっ、ー、と 私の、まあ、同僚である伊藤隆です、ね、が一緒にずーっと回りまして初、えー、日に諏訪湖次、えー、の日から、えー、熊野、えー、竜,神竜神スカイラインを越えて熊野,熊野神社のたりです、ねえー、熊野古道と言われているところに行ってそこから和歌山から徳島に渡り伊谷の,の,の村ですねであと四万十を経由してさらに八幡浜から別府に渡り 熊本阿蘇回って熊本からが実際の,コードツーあのデブツアーのスタートでしたで、えー、まあ天気が悪くてすごい雨にやられたりとかですねあったんですけども。 えー、熊本が8日で、福岡が10日、私は10日から参加したんですけれども、まあ、それを言い出すと、東京9日に出て、その日のうちに大阪南港までバイクで行き、そこからフェリーで来たんですけど、無茶ですね、<laughs> で福岡から、その日次の日に岡山ですね、岡山まで行きました、ここも結構大変でしたけれども、天気が良かったんで、良かったですねで、岡山から大阪、昨日到着したんですが、まあ、皆さんご存知のあの雨でございますね、何さすねんっていう感じでしたね。 はい、で岡山から大阪まで来まして今日、えー、大阪で大阪とで明日名古屋で次の日に JAPADE、えー、東京のために東京に戻りますでその後ですね、えー、J 温泉ということでこれもセバスチャンとスティーブが、えー、ホストをし、まあ、ア,ンカアンオーガナイザーという言い方をしてましたけども、えー、で、えー、箱根でやりますとで2泊3日でやるんですね。でその後、えー、セバスチャンと えっとマッシューやったかな、えー、が、えー、仙台と札幌に行って、で最後、j j a c c c で締めるという状態あいうのが今回のオラクルデブツアージャパン2018の一連の流れでございますと。はい、で、ですねちょっと時間長くなってしまって申し訳ないんですけど、えー、まずは19時5分も過ぎてしまいましたけれども、10分ですね、ちょうどそろそろということで、フェルナンドからですね、えー

Uh, from JUG members, uh, five minutes, and after that, uh, Andres uh, uh, about L2C benchmarks, and after that, uh, depending uh, uh, decrypting tech high for the busy coder by st Steve, and after that, if time remains, I talked about a presentation on uh, asynchronous database access. Okay. ということで、ここからスタートしたいと思います。ということで、フェルナンデ、あれ ?HTMI?